おかえりー、学童系 YouTuber のイヨピーモンでーす。今回は子供たちに伝える極意についてイヨピーモンなりに簡単にわかりやすくお伝えしていきます。子供たちに何か伝えたいことがあるっても、全然子供たちに伝わらないっていう経験ありませんか？子供たちに言うことを聞いてもらいたいけど、全然子供たちの心に響きませんという方おられると思うんです。この動画を見ることで、指導員が子供に何か大切なことを伝えるときに、子供にうまく伝えられるようになります。そうなることで、指導員の言葉が子供たちの心に響き、指導員と子供との学童保育の生活づくりはうまくいくことにつながってきます。そしてそのことは、喜びいっぱいの学童保育に包まれるヒントになるかもしれません。今回のポイントはたったの一つです。とっても有益な内容となっていますので、どうぞ最後までお付き合いください。本題に入る前に少しだけ自己紹介です。イヨピーマンはこんな感じの人です。19年間同じ学童でずっと指導員をしてきています。学童保育のたくさんの魅力を多くの方々にお伝えしたいと思いまして、学童系 YouTuber となりました。どうぞよろしくお願いします。それでは本題に入っていきます。子供たちに伝えたいことを伝える極意なんですが、そもそもなんで子供たちに伝えたいことが伝わらないのかを考えてみます。その伝わらない理由はたった一つです。それは子供の心にその内容が響いていないからなんですね。どんなに指導員が伝えたいことを言ったでしょうって言っても、子供からしたらもう聞く耳を持っていなければ、なんだよそれ聞いてねえよ、うぜえんだよ、知らねえよみたいな形で全然話が入っていません。その内容が正しいことであるとかね、正しくないとかね、内容を理解しているかしていないかというよりも、子供たちはその話を聞く状態ではないということがほとんどなんですね。例えば机の上をぴょん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 こう飛び回る子供がいて、指導員がダメでしょと注意したとしても、全然聞く耳を持たないとかね、納得しないとかいうようなケースってあると思うんです。その時はね、子供たちが内容を理解していないのではなくって、子供たちがもう聞く耳を持っていない状態であるということを理解するのがポイントとなってきます。何か子供が反抗してくるとかね、子供が言うことを聞かないっていうのは、その子の心に響いていない状態であるということなんですね。この心に響いていない状態をどうしていくかというところが、その極意とつながっていきます。ではここで、なぜ子供たちの心に響かないのかを考えてみます。それは心に蓋がある状態だからなんですね。心に響かない原因は、子供の心に蓋ができてしまっているからなんですよ。心を閉ざしている状態なんですよ。この蓋が邪魔をして、指導員が伝えたいことが全部子供の心に入っていかない。入っていかないから響かないという状態なんですね。子供は指導員から何か注意されるとかね、怒られると思うと、その蓋をバタッと閉じてしまいます。で、子供によってはもうその蓋をぎゅうぎゅうに閉めてしまいます。では、どのようにその蓋を外すかというと、それは子供の声を聞くということなんですね。子供の思いや子供の話を丁寧に指導員が聞くことで、その子の心の蓋がこう緩み始めてきます。なぜなら、わ、この先生は頭ごなしに怒らないとかね、あ、この先生なら分かってくれるって子供が思うことで、その蓋が緩まるからなんですね。私たち大人でも同じだと思うんですね。この人に言われたくないみたいな人から、こう、どんなに正しいことを言われたとしても、もう聞きたくありませんよね。逆に自分のことをすごく分かってくれる人とかね、自分の意見をいいねって言ってくれるような人の話なら、あ、自分も話を聞こうというふうに思いますよね。子供も全く同じなんです。お前の言うことなんか聞きたくねえと思っている状態では、子供の心に蓋がある状態なので、全然指導員が何を言っても伝わりません。そこで子供たちの声を聞くというところがとても大切になってきます。子供たちの話を聞いた分だけ、指導員の話を聞いてくれることにつながってきます。子供たちが持っている思いとかね、子供が話す内容にどれだけ指導員が耳を傾けて、その言葉とかね、その思いに共感できるかというところがとてもポイントになってきます。それができると蓋が緩んできます。それでは、子供の声を聞く方法の実践編です。例えばこんな感じ。さっきの机の上をぴょんぴょん飛び回る話でいきたいと思います。ね、子供がこうぴょん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 机を飛び跳ねていますね。そこで指導員がまず聞いてみます。どうしてぴょんぴょん跳ねているの？と聞きます。すると子供は言いますよね。うるせえ、楽しいからぴょんぴょんしてるに決まってんだろうって子供は言います。ここで、そんな理由でと思うところは我慢してね、ここでさらに問いかけてみます。どんなところが楽しいの？ぴょんぴょんするところの？っていうふうに聞いてみます。この問いかけるところが重要です。そこで子供がね、うるせえ、
ぴょんぴょんしたら楽しいに決まってんだろうと、また言い返してくるとします。で、そこで指導員が、ああ、わかるわかると。ぴょんぴょんね、机を跳ねるとこう、楽しい気持ちになるの、なんだか先生わかるなーっていうふうに共感します。そこが大切です。ね、ぴょんぴょんすることがいいとか悪いとかいう話じゃなくって、そのぴょんぴょんしたくなったりしているとか、ね、ぴょんぴょんしたら楽しいよって言っている子供の声を聞いて、あ、その気持ちはわかるよというふうに指導員が言う。そこがとても大事です。それを理解することで、子供が、え、頭ごなしに怒らないの？あれ、もしかしたら分かってもらえるっていうふうに少しでも思えたとしたら、それは少しでも子供の心の蓋がこう緩んだ状態なんですね。そこで、なんでぴょんぴょんしたくなったのかなーって、やっぱり何か理由とかあるんじゃないのって聞いてみるとします。するとね、まあ理由ってほどじゃないけどさ、まあ単純に暇というか誰も俺と遊ぶ相手いないしな、みたいに子供が言うとします。そこで指導員が、ああ、そうだったんだねって、いつも仲良しのなすびくんは今日は休みだし、ね、他の子もみんなね、静かに宿題してるから、そら、きゅうりくんからしたら暇だったんだねって、そこでまたこう、共感の言葉をね、かけたりをするとします。するとね、って、俺がそんなぴょんぴょんする気持ちとか、ね、一人で暇だっていう気持ちまで分かってくれるのっていうふうに、その子が思ったとすると、そのタイミングで、ああ、分かるよ分かるよと。でも、机の上はぴょんぴょんするところじゃないし、ね、他の子の迷惑になるかもしれないから、やめておこうかと伝えます。そこが指導員が伝えたいことですよね。もうその迷惑することはやめましょうっていうセリフをそこで発します。そうすると、あ、こんだけ分かっている先生が言うんだからね、僕も言うことを聞こうとね、こんなにうまくいくわけないんじゃないと思うかもしれませんが、子供のね、話を聞いて、子供のね、心の蓋を緩めるということの、この方法ね、この極意ね、だいたいこれでうまくいきますので、どうぞお試しください。はい、それではこの動画のまとめです。子供に伝えたいことを伝える極意というのはシンプルです。なぜなら子供の声を聞くだけだからです。ポイントを整理していきます。まず、なんで伝わらないかというと、それは心に響いていないからですよね。聞く耳を持っていない子供に何を言っても効果はありません。なので、そのね、心に蓋がある状態の蓋を緩めて外してあげるということが、まずは最初に大切なポイントです。その心の蓋を外す方法は、子供の思いとかね、子供の気持ち、またその理由とかをね、聞くことで、子供の心の蓋が緩んできます。あー、わかるよ、その気持ちというふうに、話を共感しながら問いかけると。そういった繰り返しをしていく中で、その時にね、チャンスですよ。指導員が伝えたいことを伝えます。こういう風にしてみたらどうかなとか、先生はこう思うんだけどなっていう風に、伝える時はね、歌がもう取れている状態じゃないと、子供には伝わりませんし、心には響きません。はい、子供の話をよく聞いて、子供の心の蓋を外す。これが今回のポイントでしたね。これをね、話をするときにこうよくね、いやそれは子供を甘やかしていることにつながっているんじゃないとかね、これ子供のわがままを受け入れるということとかね、同員が子供のこうなんかこう媚び売っているみたいとか、言いなりになっているみたいとかね、下に見られて舐められるんじゃないみたいな話もあるんですが、ね、子供に何か伝えたいことがあるときは、子供の声を聞くということが大前提です。聞いた分だけ聞いてもらえる。これが今回、ヨピーマンが伝えたいことでした。はい、この動画は以上となります。これからも学童保育の情報をポップでライトに皆さんにお届けしたいと思います。学童系 YouTuber のヨピーマンでした。じゃあねー、ヨピーマンは質問コーナーとかセミナーとかもやってるから、またいろいろ連絡してねー。チャンネル登録も待ってるよー。伝えたいことは。